願いします。杉澤さんです。よろしくお願いします。続いて補佐役、柴咲コウさんです。よろしくお願いします。では開始します。すいません、はい、丸まって、はい、じゃあ段取りやりますよ。はい、もうちょい、はい、行こう。手ね、もうちょいオーバーアクションしましょうか、はい、今ね、ミサが握り返した優しさ感がもう気持ちよしいです、ね、今ちょっともう一回、ね、でここのね、小刻みがあのなんかこう揺すってる感じなんですよ、うん、だから、ね、流れがゆっくり進行するのかなとか思ったんですけど、みんなテキパキテキパキ動いてて、私だけ何も考えずボケーっとしてたりすることが今の段階でもすでにあったので、私も気を引き締めてテキパキテキパキコロ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 感情とかも変えながらやっていきたいと思います。プロモーションビデオ撮るのとものすごい似てるけど、スタッフの数が違う。スタッフの数で全然違うんだけど、あとは経験したことある感じ、今のところ、まあ、まだこれから何が起こるか分かりませんが、煮込むだけ煮込んで、いや3時間煮込んでますね。本当ですか、素晴らしい。いただきます。ホタテとか溶けちゃいました。いきなり出演者の本当、あ、それはもったいない。今日の飯です。なんか囚人みたい、飯これだけ。じゃあ一応テスト、はい、いいですか。はい、テスト、はい、テスト、あー、これ変化ありません。あー、失礼、すいません、ラミーでお願いします。痛そうだし汚そうだしどうしようもない映画だ。あ、そうそう、いやあのカットはもう二度とできない。すごいタイミングでした。あれいいカットだったね、奇跡のカットだね。でもどんなにおとなしくても美しくいたいね、この映画はね。もうちょい言っといて、どうやって乗り換えできますの。ヘンゼルは慰めました。もう少しの辛抱さ、月が昇るまでね。そしたら帰り道が見つかるよ。 OK。 あといつも注文するもので一番食うのはだ、肉野菜炒めの肉抜き。結婚します。私今から、あのすごい際どいですよ、なんか本当に今日ってなんかやっちゃう。すいません、どうせならあと1回とか、すいません皆さん。 OK ですよ、じゃあ乾かしましょう。次、あ、よかった。はい、日本の映画変わりましたよ。 OK、 はい、わかりました。それでは、さあ今のカットをもちまして杉澤さん撮影全終了しましょう。はい、OK、 いいですね。はい、では今のカットをもちまして柴咲コウさん撮影全終了になります。それから、世界中に3丁トラックの撮影もこれで全て終了です。もうちょっとこうしてくればよかったなとか後悔がいっぱい、今更あるんですけども、でもすごくいい出会いもできたと思うし、
あとものすごくいい作品ができると思ってます。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。